サインアドバイザーグリーンのグリーンチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回はご好評いただいているニンニクのサビ病予防と対策の続編です。こちらのニンニクなんですが、3月の下旬にカキ殻切開を巻きました。その後ですね、見ていただいてわかる通りサビ病は出ておらず元気です。もともとですね、3月下旬に巻いたのはサビ病が出ていたからではなくて予防のために巻きました。今はですね、4月の中旬になりますが、とても元気に育っています。やはりですね、カキ殻切開はニンニクのサビ病に対して予防効果があると言えると思います。以前配信した動画のコメント欄からですね、多くのご質問もいただいていますので、今回はですね、そちらもお答えしていきたいと思いますが、例えばですね、駆除切開ではダメなのかというご質問も多くいただきました。私たちの場合はですね、カキ殻切開を使うんですが、駆除切開でも大きく言えばですね、問題はありません。ただですね、塩切開や駆除切開はですね、カキ殻切開に比べますとアルカリ分が強いです。ですので、直接ですね、巻くと場合によってはですね、ちょっと強すぎてしまいます。ですので、塩切開や駆除切開の場合ですね、いわゆる上澄み液を撒いたりする必要があるかもしれません。一方ですね、カキ殻切開の場合は、上からですね、粉を振りまくようにして撒いていただいても問題ありませんので、使い勝手としてもですね、カキ殻切開をお勧めします。さらにですね、必ずですね、粉状のものを使ってください。粒状のものもあると思うんですが、粉状のものがいいです。あとですね、撒くタイミングなんですが、例えばですね、雨の前の日とか、さらに言えばですね、朝露が残っているような時に巻くと効き目が早いです。ただですね、そういったタイミングでなくても予防的には大丈夫です。一度ですね、サビ病が出てしまった場合は、朝露が残る時や雨の前の日に巻くと効果的です。さらにですね、ニンニクの他の病気、例えば春腐れ病や剥がれ病にも効果があるのか、そういったご質問もありました。他にですね、効果があるかというところで、検証はしていないので、はっきりとは言えないんですが、春腐れ病は原因がですね、細菌となります。一方ですね、サビ病はカビの一種になります。先に結論を言いますと、春腐れにはカキ殻切開ですね、効果はありません。春腐れ病はですね、結構たちが悪くて、生育の初期から収穫期、もっと言えばですね、貯蔵している間にも発病する大変怖い病気です。基本的にはですね、もう治らない病気と思っていただいて構いません。ですので、もしですね、春腐れ病が出た場合は、もうカキ殻切開を撒いてもですね、効果がありませんので、一番いいのはですね、発病した株をですね、抜き取って排除する、それしかありません。もしくはですね、化学的な薬剤、農薬をですね、散布するしかありません。次にですね、剥がれ病なんですが、剥がれ病はですね、サビ病と一緒でカビの一種が原因です。ですので、検証はしていないんですが、剥がれ病にもカキ殻切開は効果があると思われます。発生条件なんですが、サビ病はですね、低温多湿で発生しやすいです。一方ですね、剥がれ病は高温多湿で発生しやすいです。ですので、どちらかというとサビ病の方が先に出て、剥がれ病の方が収穫期に近い時期に出やすいです。剥がれ病はですね、その名の通り葉が枯れてくるんですが、冬の間もですね、冬枯れといって寒さで枯れてしまいます。ただこれからの時期ですね、4月以降収穫までは冬枯れはありませんので、これからの時期で葉が枯れるようでしたら剥がれ病の可能性が高いです。で、剥がれ病はですね、髪の一種が原因となりますので、一度ですね、サビ病と同じようにカキ殻切開を撒いてみると効果があるかもしれません。ニンニクのサビ病予防対策ということで、農薬を使わない方法、カキ殻切開を使った対策ですね、ご紹介しています。私たちはですね、他の作物も農薬を使っていません。基本的に農薬を使わない場合は、病気を出たから対応するというよりは、どれだけですね、病気を出にくくするか、そういった環境を作るかが大切になってきます。ニンニクの場合もですね、例えば
窒素が多すぎますと病気になりやすいです。さらにですね、水はけの悪い場所、風通しが悪いと病気が蔓延しやすいです。ですので窒素を多くやりすぎない、水はけの良い場所を選ぶ、風通しが良いようにする、そういったことが大切になってきます。ニンニクの場合ですね、特に病気が泥はねからも蔓延しやすいので、泥はね防止としてポリマルチやシケワラですね、これも重要になってくると思います。さらにですね、病気の蔓延はどうしても傷口から広がります。強風などで傷がつきますと蔓延するんですが、それはですね、どうしても仕方ない部分もあります。一方ですね、防げるコツとして除草のタイミングがあります。どうしてもですね、家庭菜園などでは雑草が生えてくると気になって抜きがちなんですが、ニンニクや玉ねぎなんかはですね、あまり収穫の間近に除草しますと、その時にですね、ニンニクや玉ねぎをですね、傷つける恐れがあります。ニンニクもですね、ここまでの大きさになりましたら草に負けることもありませんので、あまりですね、収穫間際に除草はしないようにしてください。今回はニンニクの作病予防対策の続編ということでやってきました。あくまでもですね、農薬を使わない場合は病気が出にくい環境を作ることが大事です。かけ割れ石灰はニンニクの作病に対しては効果があると思われます。ぜひ皆さんもですね、作病が出る前に予防として、さらにですね、出てしまった時にですね、上からですね、振りかけるようにして撒いてみてください。ぜひチャンネル登録をお願いします。動画に関するご質問、ご感想はコメント欄よりお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。